こんにちは、キングボクシーね。最後の一段、最初の一番、一段か。最初の一段を登りなさいっていうのは、まあ確かにね、最初の一歩を踏み出さなければ、2歩もないし、3歩もないし、5歩もないし、10歩もないわけですよ。最初の一歩っていうのが、やっぱすごく大事で、しかもその最初の一歩を踏み出すのに正しいタイミングっていうのは、今なんですよね。今じゃないタイミングで、今以上の正解のタイミングというのはないっていうこと。これもキングボクシーが言われてました。でキングボクシーはね、こういう言葉も残してるんですよ。それはですね、最も心に残るのは敵からの罵声ではないと、友の無言だっていうわけですよ。これが何を言うかっていうと、敵は自分を攻めてくるんだから罵詈雑言するのは当たり前、つまりアンチっていうのはそういうもんだよってことなんですよね。でも自分の活動に対して周りの愛する人が興味を持っていないとか、全然関心を持っていないとか、なんかやってるんだけども励ましがないとかっていうのは、まあすごく辛いことだよねっていうことなんですよね。まあ特に昔の話かもしれませんけども、そのサラリーマンのお父さんっていうのはあんまり感謝されないんですよね。会社でこっぴどくこすられて叱られて叩きのめされてボロボロになって帰ってくるのに、家に行ったらね、大体邪魔者で、でなんか節分の日はね、必ず鬼は外ってやるお面をかぶる係でしょ。で、まあお父さんは臭いとか汚いとかね、結託して家族に言われてね、コテンパンなわけですよ。なんでなんでしょうね。気の毒だなと思うんですけどね。でもある意味、打たれ強いお父さんが外で打たれてくじけない、家でも小づかれてくじけない。だからまあ、みんなが支えられてるのかなと思いますけども。まあ、いずれにしてもね、お父さんが本当に怒ると手がつけられなかったり、お父さんが本当に自分の人生を生きると家族が路頭に迷ったりってすることなんで、まあ昭和のお父さんは本当になんかお疲れ様でございましたということかもしれないですね。まあでもね、やっぱりキング牧師の言うように、友の無言というのは答えるわけですよね。だからやっぱこう少しの励ましとね、感謝っていうのはどれだけ支えになるかってことなんですよ。で敵からの罵詈雑言とか攻撃っていうのは耐えることができるんですけども、味方が援護射撃を打たないことっていうのは、なんかその打たれるよりも辛いらしいですね。いってらっしゃい。